ないのか。あれ外資の。はい。さあ、いきなり無茶ぶりするけど、さっき話した件に関して。さあ、さっきみんなでシュパンコンクールのとこの団体操の演奏を聞きましたね。見ましたね、たまたま。ね、思うことありますよね。衝撃的でしたね。いや、まあ、とにかくうまいと思いました。いろんな意味で。まずそれだよね。とにかく。そうすると、その、さっきも言ってたけど、結局、当時はロシアじゃなくてソ連だったわけで、そのソ連時代のやっぱ僕にとってやっぱり あのコンクールは、1980年だったと思うんだけど、中学3年生ぐらいの時、はい、衝撃的だったよね。今から思うとね、団体操、あの年って団体操の始め、シェバノワとか、あとポーレッジが、同じ、そうだ、そうだ、ポーレッジは予選落ちした。ああ、なるほど。で、エビ先生も5位に入った。ああ、そうか、ね、そうか、コンクールの年でした。で、まあみんな素晴らしい、それぞれ素晴らしいけど、さっきのあの団体操の弾くアンナってスピアナートを聞いて思ったことっていうのは改めて大事なことだと思うから、すごくさっきほらいろいろ思うこと言ってたじゃん、ね、僕ね、そういうことってね、あのやっぱねすごくね問題提起になると思う、その、だから改めて撮影してるときに、あの例えば比嘉君思うこととかそういうことも、率直に、感じたこと、だから2人からしてみればまだ生まれてない、生まれてないですね、その時代の、こう想像でしかないだろうけれども、僕にとっては当時中学生で、まあ衝撃的だったし、でしょうね、で当時の僕にとってやっぱ憧れだよね、もうさ、うまいっつってもね、いやもう僕、いやもう撮影してようがなんだろうが、もう本当に本音トークだけど、今のうまいっていうのとレベルは違うでしょ。そういう気がします。そのもちろんそのね、いあのそうじゃない、ピアノの扱い方のね、ピアニストももちろん僕はあの好きなんだよね、全然違 う要するにピアノの扱い方をしてるね、例えば特によく言ってる内田光子さんとか、あとピリスとかね、特に好きなピアニストをあげる、あとは往年の巨匠であげろって言ったら、まあ例えばホロビッツであるとかミケランジェリであるとか、全く違うけどね、例えばケンプであるとかね、コルトーであるとか、まあ上げりゃキリがないけど、そのまた時代のそのそういうピアニストたちの良さ、例えば、ある意味でそのああいう団体操みたいな人と比べると、テクニカルな意味ではある意味で少なくとも、もしかしたら劣るよね、人もいるよね、だけど僕はね、そういうピアニストたちにね、まずね、一番もうね、品格なんだよね、演奏に、で、それとじゃあ、まあだからそういう時代もあって、でなおかつ、ああやって若手がね、当時団体操若手だったわけでしょ、20歳か21ぐらいだったわけで、で、ああいう演奏をしてたわけだね、ロシアじゃなくてソ連の時代のやっぱり教育って明らかに違うと思わない、感じない、なんかね、だから今のそのロシアの、そのイメージと違うでしょ、全然
ソ連時代の人、はい、何なんでしょうね、こう時代的なその背景があるんでしょうか、うん、まあ、団体さんもすごい、ね、ベトナム戦争下でね、うん、そうそう、こう過ごして、うん、本当に多分苦労されたと思うんですよね、うんうんうん、なんかそういう中で生まれてくる、なんかこうギリギリの、うん、ギリギリの状態から生まれてくる、なんていうか、こう覚悟によって生まれてくるものみたいな、うん、そういう芸術もあると思うし、うん、またそのソ連のこの教育システムっていうのも、うんうん、いやもうさ、ね、好きとか嫌いとかそういう次元じゃないでしょ、もう逸脱してるでしょ、うん、で僕はさっきもちらっと言ったけど、あの例えば技術だけ取ってみても、あのレベルってじゃあ今のね思いつくところ、例えばアルゲリッチであるとか、うん、ホロビッツであるとか、そういうレベルのことをやっちゃってるでしょ、うん、20歳や21歳で、うん、やってるよね、うん、だけど僕たちからしてみれば、例えばホロビッツは、もう亡くなってるホロビッツのイメージとか、アルゲリッチ、あの人たちはやっぱりそのもう巨匠と言われる存在なわけでね、亡くなっているが生きているがね、だけどあの人たちはもう別物みたいに思っちゃうとこあるじゃん、うん、無意識なんですね、うん、だけど現にああいうふうにね、団体層が20歳や21歳であんな、ね、少なくとも技術的に、うん、ああいうことがやれてたんだよね、うんうん、なんか考えさせられない、うん、ね、すでにそのね、さっき挙げたような巨匠と言われるような人と同じようなレベルって言ってることを20歳21歳でやってた、うん、もちろんこれを見てる人の中にね、その現代のそのロシアの演奏家若手の特に、うん、のイメージでそのロシアのイメージを捉えてる方って結構いらっしゃると思うけど、うん、でも僕がね好きなロシアってああいうロシアの演奏なんで、うん、なるほど、あ、そうですね、うん、だからよくいる、うん、今いるロシア人の演奏なんてもんじゃないんで、うん、もう全然次元が違うんで、うん、はっきり言って技術的には、はい、うん、僕が憧れた、うん、そのロシアといえばソ連だよね、うんうん、はっきり言ってロシアの時代になってそんなピアニストいないと思う、うんうん、いない、うん、僕の知る限りはいない、うん、あのレベルのピアニストは、うん、だから今のねロシアのイメージで私はロシアの演奏は好きじゃないいう人がいるだろうけど、いや、そう、いや、そう、それはもう確かにね、認めるよ。今のロシアはそうだよ。だけど、ソ連時代のね、あの団体層のショパンコンクールの演奏を聞いて下手だと思う人っているかなって。あの好き嫌い別としてね、嫌いだってもう、はい、うまいと思わない人いないんじゃないのってみんなを黙らせますよ ね、あれうまいじゃなかったらもう何をうまいとするのかな分かんなくなっちゃいますもん、でね、ただうまいだけじゃなくて、例えばそのキメの細やかさとか、はい、それから音楽の作りとかも、うん、何か現代のコンクールの演奏と違うものを感じない、でしょうね、あれね、でさっきちょっとさ、うん、外比がさ、なんかほら自分でちょっと感じること言ってたじゃん、なんだったっけ、いや、だからで今でもほら SNS もね、うん、発達しているし、うん、YouTube とかも発達しているから、うんうん、まあそのいろんな演奏がね、うん、日々こう目に入ってきて耳に入ってきてっていうふうにするわけですよ、ね、うんうん、だからあの時代はそうじゃなかったね、そうじゃなかったって多分、うん、
多分普段聴いてる音楽とか演奏の質っていうのも、うん、おそらく今とは違った、うん、何かレコードが1枚しかなかったとしても、うん、そのレコードに何か大きな意味がある、うん、価値のある録音を聴いてたかもしれない、うん、まあ、おそらくそうだと思うんですね、うん、今とは割となんかこう多くのものの中から、うん、こうその人その人が何かこう見つけていく感じだと思うんですよね、うん、だから常に音楽は溢れている状態、うん、うん、聞こうと思えばいつでも聞けるみたいなね、うんうん、そういう状態なんだけど、まずそこからして違うのかなっていうのは思いました、うん、まずね、まず前提としてそこがあるよね、うん、あとは時代的な背景、うん、本当に必死で、うん、なんかものすごい過去のことをやってたと思う、社会情勢が全然違うからね、うん、違うのでね、うん、要するに社会主義の中でやっぱりそのね、うん、その特殊だよね、今とは全然違うよね、なんかこう本当になんだろうな、まあ YouTube でもいろんなねこうピアノのこう傷的なことの解説だったり、まあ、曲の解説だったりね、いろんなものがこうすごく聞ける時代ではあるんだけれども、うん、その中でもやっぱり自分が思うのはこう、うん、いいものを例えば自分が今まで学んできたことのその、うん、何ですかね、こうちゃんと審美眼っていうんですかね、うん、そういうものをちゃんと持って、うん、価値観とかをちゃんと持って、うん、うん、探して、うんうん、演奏を聴かないといけないなとか、うん、あとはそういう中で、うん、自分がどうありたいかっていうんですかね、うんうん、まあ、簡単にその SNS とかで、うん、簡単にとは言わないですけれども、まあ、ある一定数の何かこういいねだったりね、評価をこう得られる時代になってきましたけれども、うんうん、そういう中でも自分がどうありたいのかっていうことをね、本当に問われていると思いますよ、うんうん、だからある意味でもしかして麻痺しちゃってる人多いかなって、多いんじゃないですか、うん、だから、うん、だからああいう映像が流れることもすごく逆に貴重ではあるよね、だからあのそういう部分も否めないんで、いい部分もあるんで、そうなんですよね、うん、さっきね、小野先生がそういう映像をピックアップして僕たちに見せてくださったから、うん、僕たちも基準がちょっとこうピッとその基準に定まるわけですよね、うんうん、だから本当に先生はねそういう情報をピックアップしてくださるから、うん、ありがたいですよね、うん、なんだけれどもやっぱり普通はそうではないから、うんうん、じゃあさっきも僕が言ったようにね、あの自分も YouTube にこうやって上げておきながら本当は言う資格はないのかもしれないけども、ただ僕が少なくともやってないのはこういう弾くといいですよとか、こう弾くといいですよみたいなね、うんうん、そういうことは僕はやってなくて、日常のレッスンとか演奏とか、うん、そういうものを上げてるのが基本だよね、あのどうしても僕はねその、こう弾くといいですよ系のね、あれで YouTube あふれてるから、ピアノの人たちこぞってね、うん、だけどそのそれもちろん100人いればねこう弾くといいですよっていう内容が100通りあると思う、極端に、うん、でそういうこと自体それをやるのは自由だと思う、うん、だけどそういうものとは僕はちょっと距離を置きたいっていうのは正直あるよね、で自分がやそれを同じことをしたいとは思わない、うんうん、でもちろんそういうことに興味がある人っていうのはいっぱいいて、とにかく手っ取り早く知りたい、うんね、例えばレッスンを受けないでも、うん、知識としては確かに知ることはできるけど、うん、じゃあそれがね例えば本当にいいことだったとしても自分のものになるかって絶対ならないからね、うんうん、見てるだけじゃん、うんうん、知識で終わりだからね、うんうん、もしそれが本当にいいものだとしても、うん、そうですよね、うん、って思うよね、うん、だからそういうことをこぞってやってしまっ
ている流れっていうのはもうこれはもうある意味で致し方がないというか、そうです、うん、YouTube で稼げる手段っていう、うん、なんか一つのそういうプラットフォームみたいなものをもう、うん、確立されてる、うん、とも言えるじゃないですか、うんうんうん、それはねやっぱり仕方ないとも言えるし、うん、まあ、ある意味で自然な流れ、自然な流れ、うん、かもしれない、ね、ただ自然な流れがためにね、それを、うん、見て、ああなんか自分が分かったような気になったら、うん、それは違うし、うん、難しいところですよね。で、やっぱね、そんな中でね、うん、そのいやもう本当に何度も言うけど、自分も YouTube に上げておきながら、本当は言う資格ないんだけど。なんていうのかな、本当に例えば団体層のね、さっきのようなああいうものを逆に探す方が大変、ああいうなんていうの、うん、本当にすごいものを、いいもの、そう、うん、うん、自分の側がやっぱり探してそういうものから影響を受ける、うん、難しさと大切さっていうものはあるかな。確かに探してないものの方が目につくつきますよね、うん、今本当におすすめの動画とかにもどんどん出てきますからね、うんうん、だからまあ話は蒸し返すけど、だからその改めてやっぱ僕は自分個人的なことだけど強調しておきたいのは、僕が言ってるのはいわゆる便宜上ロシアペアニズムっていう言葉を使って本を出したのは事実、それは認めます、5年前に、うん、だけど僕の言ってる、要するに僕は本当に心の底から素晴らしいなと思える、その演奏は本当に実際は少なくて、うん、でそれは正直言ってロシアじゃなくてソ連、ソ連時代のやっぱり団体層みたいな人、うん、ある意味でね、うん、でたまたま僕は団体層の先生である和式洋先生のレッスンを受けられたし、だからすごく和式洋先生の、うん、そのある意味で何かを受け継いでる、特に受け継いでる一人かなっていうのは感じるし、団体層それとやっぱり僕にとっては、うん、やっぱり学生時代に聞いたホルビッツね、生で聞いたホルビッツであり、それは聞き方は全然分かんなかったけど、まあ、うん、生の響きはすごかったし、それからニコライは、うん、もうやっぱりもうね、レッスン散々ね見て受けて、なんていうの、やっぱすっごかったから。であって、要するにいわゆる今の、その一般的に描いているようなロシアのピアニストのレベルとは正直僕は知ってるだけに気にならない全然違う。あんなもんじゃないから、昔のソ連時代の人は、うん、でもだからっつって矛盾するようだけど、矛盾するようだけど別にじゃあそのソ連だけが素晴らしいわけじゃなくて、それはもういろんなものも素晴らしいのは事実、ただ考えさせられるよね正直ね、あんな演奏見ちゃうとね、ちょっとね、でやっぱそこでじゃあまあそれの話はまあとりあえず今みたいな、ね、うん、話は言いたいこと言った、はい、大丈夫です、うん、でやっぱね改めて思うのはね、やっぱりその基本脱力なんだよね、はい、うん、技術的なこと言っちゃうとね、
それでどこまでね脱力できるかって、脱力するってね本当に難しいことだと思う、うんうん、その体の問題っていうのも頭の中の状態の問題でしょ、うん、頭から仕入れがいくわけだから、うん、だから技術、今技術の話ね、あくまでも技術的なところに話してるんだけども、本当に脱力できた時に、その得られる感覚っていうのが、うん、体の感覚とそれから自分のいろんな感覚っていうのがあって、うん、でさっきもちらっと言ったけど、要するに脱力が中途半端なところで例えば作品が成り立ったとしても、それは確かに成り立ってるんだけど、うん、表現の幅が狭いよね、脱力できてないから、うんうん、だからやっぱりその脱力の重要性っていうものが、その脱力ができることによって例えば実際に、技術的にも弾けるようになるのと、それから表現の幅がものすごく広がるよね、うんうん、いろんなことができて、もっと楽器と仲良くなれるっていうのが、はい、すごく最近やっぱりみんなに口を酸っぱくして、特にエラールをね置くようになって、ここまで脱力しなきゃいけないのっていうのがみんな感じたはずなんで、エラールを弾いて、うんうん、っていうのがあるよね、うん、だからよく僕その腕も全部その柳のようにね、柳の枝のように全部自由に使えて、基本のねイメージとしてはね、指も全部力抜いてっていうところがまず前提にあるよね、うん、だけど本当にじゃあ全部はい抜いちゃいましたって弾けないんだよ、うん、でそこで本当にじゃあその音形をこう表現したいって思った時に、その脱力が基本にある中で、じゃあ、ね、言葉では説明できない何かこの体の全体のそのどこをどう使うとかなんとかっていうのは正直解明できないぐらいなんじゃないかと僕は思ってる。でそれは自分でもう感覚をその見つけない限り絶対に手に入れられないことであって、うん、だからみんな自分は脱力してるつもりって思いがちだと思うんだけど、いやでも偉るかって自分たちがいかに脱力しなかしてないかって分かったでしょ、うん、でしょ、うん、もっともっと必要だよね、だから脱力したがためにで脱力したから、できる音楽っていうのがあると思う、うんうん、脱力しないとどうしても表現の幅が狭くなってしまうのがあるよね、うん、だから改めてね、うん、そういうことをやっぱ考えさせられたよね、うんうん、だからそのまず何が前提っていうのがもうその根本が違っちゃうと、もうその先、どんなに枝葉のこと言っても違うんだよね、それはね、うん、似ていて非なるもの、うん、今ターゲットにしてることは脱力、うんうん、とにかくまずは本当に脱力するっていうことをまず今みんな知ってほしいなっていうのを、もう最近も徹底的に、うん、で脱力できるからこそできる音楽っていうのとその接点を見つけて、うん、もちろん音楽の側からももちろんその楽譜をどう見るのかっていうのも大事だし、うん、でもピアノっていうのはやっぱ、まあどんな楽器扱うにしてもその体のね、うん、その使い方っていうのは両方側からやっぱりその自分の感覚を追っていかないと、そこの接点を見つけなきゃいけない、うん、改めて思うね、うん、まあちょっと実際にレッスン始める前にあれしてちょっとディスカッションみたいなことになったけども、うん、さあじゃあこれドビッシーちょっと弾いてみましょう、うん、まあこの間聞いていろいろね
自分の中で、ね、来てやっただろうか、はい、期待してます。この曲をまず技術的にきちんと弾くことはもう できると思う。でね、質という意味でこれをこのハーモニーで本当に今捉えている。いやーちょっと捉えてないとは言わないけど、もっと捉えられるんじゃないかなって僕感じたんだよね。そのハーモニーが頭の中になってて、その中でそれぞれの特にこの音、うん、この音の表現がどうなのかなっていうのは聞いてて正直僕は今思った。どうしなさいとは言わないけど、そのハーモニーの中にその音が存在するっていう何かこうイメージ、うん、をもっともっと強く持てるんじゃないか。そうするとどうなるのかなって、うん、その時にね、今僕が思う、僕が多分思うそのなんてイメージと近くなったと思う。だけどここで難しいのは、ゲスの音の2の指でしょ。2の指、この2の指が難しいんだよ。なんでかっていうと2の指って器用な指だけあって、うん、あの固まりやすいんだよ、はいはい、うん、で意図的に抜くことを気をつけないとすぐあの器用だから力入れて使いたがるわけ、うんうん、もう本当本当にもっともっと2の指をもっとダラッと抜いたところで、あの、うん、でね、その時にこの収縮系があるわけでしょ。でこの体のね、体の状態がまず頭の中ではこれが感じてるよね。だけど体が本当にこれに対してこのハーモニーの時に本当にこういうふうにふっとね、自分がふっと一息つくような何かそういう感覚得てないでしょ。うんうんうん、まずここで、一つ自分の中で本当にその音楽が持っている感覚を体に浸透させる、うんうん、だから何か体の中でもっと違う状態にならないと、うんうん、そうはならない。
そのね、体が感じてないと思う、多分、はい、変な表現だけど、うんうん、結果的にね、うんうん、体まで感じるぐらい自分の感覚、頭の中に、もっと落とし込まないと体までいかないと思う、はい、うん、じゃあね、これがあって、このハーモニーがあって、このハーモニーに入った時って、十分感じてるかな。ねえ、感覚間に合ってないよね。もう先に行かなきゃって感じになっちゃったよね。この終止形を本当にね、なんていうのかな、十分に終止形を感じきらないと音楽がまとまら、まとまった感じが弱いんで、うんうんうん、本当に自分の中で心の底からね、体全体、心だけじゃない、体も全部が本当に終止形で、その瞬間に何かほっとしたような状態の体の感覚にならないといけないと、うんうん、もっとできると思う、もっとそこでリラックスしないと、うん、もっと、うん、その終止形にふさわしい体の状態にならないと、うん、表しきれてないと、僕にはそれは中途半端だと、うんうん、じゃあね、じゃあもっと言っちゃうとね、これがあるでしょ、このハーモニーに対してこのハーモニー、このハーモニーの時にもっとこの音が集まって、ここに集まってくる瞬間、ここに自分の、うん、何かこう心がふっと小さくなってくるようなイメージ持って弾いてる、広がったまま弾いてない。はいはいはい、ね、やっぱこれに対してこれの時、これってちょっと自分がここね、こう小さくなるような感覚がないと、うん、表しきれないと。要素がピタッと合わない、うん、そうです、そこまでやらないと合わないでしょ、うんうんうん、ね、わかる、はい、その内側から、はい、うん、いろんなこと、例えば耳の感覚、心の感覚、うん、体の感覚、うん、例えば呼吸であるとか、はい、全部がピッと合ってくるでしょ、うんうん、そこまでやらないとその表現に本当のその説得力のある表現に繋がっていかないんだよ、うんうん、その今挙げたような要素の、うん、何かでも中途半端だったら、それは表現できしきれてないわけ、うんうん、そこに何かズレがある、うんうん、はい、これがね、はい、この辺がね、僕にはね、今ね、なんとなく弾けてるけど、何かがピッと合ってないような感じに聞こえる、うん、
なんとなく僕ね、答えは分かってるんだけど、うん、あえて言わない方がいいかな。なんか自分で見つけられるんじゃないかな。自分でなんかピッと来てない感じで弾いてね。はいはい。ね、何かが合ってないよね。うん、どこに原因があるんだろう。うん、この3段目、うん、の3段目の1、2、3と3小節。例えば、とこのハーモニーもハーモニーがあって、とディとってこれ、ね、とディとでこの後にこの音がふっとね、あ、他の人にも言ってるけど、音がふわっとね、こんなデッドな部屋でもヨーロッパの、うん、空間をイメージして。表現しないと実際にホールで広がっていかないからね。で、トトティこれがあるで、この響きの中にこれ吉永君にもお話で言ったけど、音型が上がっていくからって無意識のうちにクレッシェンドする人多いんだよ、うん、本当にそうかな、うん、僕今厳密に言えばディミネンドしたんで、ディミネンドすることによって音が上がっていった時にその距離感から音が遠くに向こうに行く感じになる、うん、このゲスに上がっていった時に向こうにちょっとそう去っていくような感じ、ねうん、でクレッシェンドするの、ま、間違いではないよ、うんうん、でも本当にそういう風にしたいのかなってなんかただ音を大きくするとか広げるだけじゃないんだろうなっていうのはなんとなく思ってたんですけど、うん、例えばねそういうことを表すことによってね、僕モーツァルトのレッスン、誰かのモーツァルトのレッスンたんだけども、音楽に、ちょっと影が宿るんだよ、うん、そういう表現をすることによって、うん、ある意味で影が宿って、ある意味でその、うん、あえてそういう表現をすることによって、非常に例えば 内面的なね、その充実感とか何かこう、うん、外面的な何かこう何かを訴えるというよりもむしろ引きの美学というかね、うん、そうすることによって聴いてる人が逆に例えばほっとしたりとか、うん、ある意味で引き込まれたりとか、うん、するっていうのがあるよ、うん、そうすると別に音型が上がってるからクレッシェンドしちゃいけませんとは言わない、うんうん、だけど単純にそう思っちゃいけないよね。で、なんでじゃあそうなったかっていうと、こういうハーモニーでしょ。このハーモニーがここに行くんだよ。これってこのハーモニーで考えた取った時にクレッシェンドよりもディミネンドの方がふさわしくない。ね、いくら松葉で書いてあっても、もう僕は。うん、ハーモニーで捉えたらそっちのがピッター、うん、
そこのハムに向かっていくってことは遠くに行くって感じね。ね、なんでしょ。そしたらここの途中だってたたたたどんどん向こうにどんどん遠くに遠くに行くって感じ。ね、ここはまるでさっきみたいにだと近づいてくるみたいに聞こえるよね。ちょっとね、うん、逆に。うん、需要が出てきました。これティーティートトトトトっていうこの十音を影に、うん、脇役にするんではなくて、むしろ僕だったらこれが軸にして、その上に、トップのメロディーがティータタタっていうのは あくまでも僕はこっちにティータタタっていう方に実は、だってこの、その、なんていうの？同じ 音程でこう続いていくわけでしょ、うん、これがね。ちょっとやってみようか。ここでね、このここからここまで跳躍しなきゃいけない、ね、同時には弾けないよね。で、他の人のレッスンでも言ったこと、例えば和音をバラしますって言った時に、単純にみんなバラすけど、ね、例えば1対3にするでしょ。それからバラすにしても何かこの音が持ってる、ね、均等にバラすわけですね。タイミングがずれる。そうするとね、そういうそのハーモニーがあった時にバラすっていうことと関係するんだけれども、じゃあこれだってね、一つの ハーモニーなんです、うん、これで合ってる？違うか。でこれがここに行くんだっていう時に、もう本当にティータティータってね、白状に絶対入れなきゃいけないって思いすぎだと思う、うん、そのこの音楽が持っている性格から、この音に次のここまで上がるっていうことを表して、なおかつ左がこういう跳躍があるわけだから、ここにはたっぷり時間かけてもいいよねって僕は思う。客観的にのが自然だよね。なんかこう無理やり白状に入れなきゃみたいな、うんうん、風に無意識のうちにやってるけど、うんうん、本当に音楽を考えたとき、うんうん、自分の内側にピッと本当に来るのかな、うんうん、とにかく自分の内面をね、とにかく浜田さんの僕影響だけど、いつもいつも自分の内面っていうのをその日常生活においても演奏する上においても、いつももっともっともっとその自分の感じてることとかそういうものをまず見ないといけないっていうのをすごく僕はこの1週間ぐらい前から思うようになったんでね、すごく大切なことを浜田さんは僕に教えてくれたと思うんだけど、そうすると本当にここをそれでいいかなっ
もっと自分の内側見つめてみな、その感覚的なこと、うん、じゃあね、もっと言っちゃえばね、じゃあね、この音のこの関係、フェスとアスのここにもっと何か感じられない？もっともっと何か。ほら。ね。あるよね、この音程が持ってる。行けないでしょ、はい、この音程だと、うん、でしかもだよ、下にボーンってこの音が合ってるの、はい、ゲスが合ってる、この音が響いてる中で、ね、しかもこの音が響いてる、このハーモニーで、このハーモニーがこの独特のね、色合いの持ってるハーモニーの中に、すごい空間作ってない？そうですね、さりげないけど、はいはいはい、すごいことやっちゃってるよね、ドビッシーね、うんうん、そう、これを本当に十分に味わわなきゃ、この世界を、うん、もっと味わえる、うん、だからそういう風に、まっすぐ歩いてたのが突然グッてなったよね、ハーモニー的に。それが自分なりに本当に感じきってるかどうか。ハーモニーの中にもっと16分音符を、混ぜてみる。どうなる？試しにやってみる。今ね、16分音符が浮き出てるんだよ、ハーモニー、はい。ハーモニーから飛び出してるんで、うん。ハーモニーの中でそれが鳴ってるようにちょっと弾いてみて。試しに。突然バーッと出てきたら、なんかせっかくハーモニーがあるのに、それをなんていうの、壊しちゃうような感じね、感覚的に。どちらかというとこのティータラランタンタラリンタンタラランっていうこの3連符が出てきて、このリズムがどちらかというと動きを強調して今弾いてるよね、はい、じゃあ動きを、じゃあ逆に、ね、試しにね、動きがないように、例えば水面があった時に、水面に何かを落としたときに、ほら、飛び込みの競技と一緒で、水しぶきが上がらないような、ね、
イメージのちょっと弾き方イメージして弾いたらどうなるかという。じゃあもっとやってみて、もっとそこでテンポをもっともっとそのね、それでもまだ波が立ってるんですよ、うん、もっと波立たせないようにテンポもそんな揺らさない、うん、試しないと。この3連符の時に動きがありすぎ、もっともっと動かない、3連符が動かない、うん、そこにもう波立っちゃう。はい、3連符の僕がよくやるパターンとしては、タピータってあった時にほんのちょっとだけど2個目の S を手縫うと気味に弾くんだよ。そうするとこのね、みんなね3連符をね拍の中にね入れなきゃっていう意識がみんな強すぎるんだよ。3連符があるってことはあのほら俳句とかの、 あの字余りってあるでしょ、文字数が多くなる、はみ出る、要するにそこの3連符の時にむしろちょっと長くなる、でもいいぐらいでちょうどいいと、うん、そのわざとその、動きがないように弾かせたいと、特に、うん、でも僕は基本的にあの3連符が出てきた時にその拍がちょっと長めに取る癖が僕はね、僕の感覚は、の方が僕はね自然に聞こえるんだよ、なんか知らないけど、うん、なんか黄金比じゃあるまいしみたいな感じなんだけど、なぜかそういう感覚があるんだよね、拍、うん、の中にあのね三拍子をねちゃんと入れるとね、僕はなんかねあの満員電車じゃないけどちょっと窮屈な感じがしたりとか、なんか急いでるように聞こえたりとか、うん、なんかそういうものを感じてしまう、うん、僕はね、はい、日賀君はどう、確かに三連符ってどうその決まった時間の中に入れるのかっていうのが、うん、一番分かりづらい連符ですよね、うん、確かにこう平等に入れるとなんか味気ない感じもするし、うんうん、まあそれソルフェージュ的だよね、あれでね、うん、正しいんだけど、うんうん、3連符で書いてるっていう作曲家が3連符で書いてるっていう時に僕は想像の世界だけども、その3連符のそのなんていうの味っていうのがあると思うんだよ、縦っていうのは3連符ならではの味、別に3連符で書かなくてもいいわけじゃん、うん、ティーラーリーでもいいわけじゃん、本当ミレシーでもいいわけじゃん、だけどレミレシーってわざとか、うんうん、でしかもこういう性格の曲、うん、だよね、うんうん、まあ今ちょっと今あの実験的にねちょっとそういう風に弾いてみてって言ってる、うん、必ずしも共感しなくてもいいから、うんうん、今弾いた時に自分の中でどんなことを感じました？そういう風に弾いたことによって最初に自分が弾いたものと比べた時にどっちがどうですか？でこれいやあのどれも正解だから、うんうん、なんかある意味でちょっと我慢するっていう、うん、こう緊張感が自分の中で生まれて、うん、
歌い上げることもできるんですけど、うん、歌い上げるのはそれはそれで綺麗だと思うんだけど、なんか抑制された美みたいな、うん、なんかこう緊張感のある美みたいなものを、うん、ちょっと感じますかね、うん、なんかうん、こうすることによって、はいはいはい、うん、そうすると選ぶのは自由だから、どっちだって言うわけ、うんうんうん、例えば僕だったら、うん、なんだろうな、若い時は少なくともそういう方向では多分行かなかったと思うけども、今は何だかね、年のせいだか何だかね、今みたいな表現の方が自分にはぴったりくる、僕はね、うん、ただ比嘉君はまだ30代だから、うんうん、ぴったりくるとは限らないから、いや、ぴったりきそうです、あ、こうなくる、はい、じゃあこっちの方向でなんか自分なりにやってみてもいいかもしれないね、はい、で、その先行こう、この何で連続何度っていう感じじゃね、ね、はい、これこうさっきもちょっと出てきたね、これでティーティーエタタタティーね、こういう、その連続してこういう風になってる時に何か感じない、言葉にならなくても何かこういう時、うんうんうん、どんな、例えばあえて言葉にするとしたら、なんか、うん、そこは自分を見つめることになるから、うん、居場所がない感じっていうんですかね、うん、でもある意味でさ、僕はさ、うん、ある意味で調和みたいなものを感じるみたいな、あ、はいはい、うん、ずっと同じなんていうの、音程で、うん、こう行くことによって、はい、ある意味で僕はあのなんていうのかな、居場所がないというよりも、うん、何かこうその瞬間ね、僕はね、例えばね、極端に言うとなんかね、神聖なものを感じるんだよ、僕は、なんかあの、うん、グレゴリオ聖歌的なね、うん、なんかこう感覚とか、うん、何かこう音がこの一緒に移動していく何か、何か、あとはもっと簡単に言っちゃうとちょっと不思議な感じとか、はいはいはい、うん、そういうものを感じる、うんうん、でだから、ね、さっきから言ってるように自分が何を感じるかっていうことを、うん、とにかくその見つめる、うん、これはトレーニングがいることらしいから、浜田さんによると、はい、ね、だからそのトレーニング、こういうことをとにかくトレーニングしていかないと、音があるのをパッとただ弾くだけじゃもう そこで終わったら、それはあの情報処理でしかない、うんうん、本当に自分の感覚に落とし込むっていうことがこのトレーニングしないとできないわけ、うんうん、そうするとね、こうだって別に弾けるわけだから、ね、だけどそれしかやらなかったらそこまでなんだよ、この作品を弾くのに自分が本当にこのハーモニーを聞いたときに、おおって思わねえ、なんか、これがあって、そのまま、こういうふうに、これすごくない？ね、これ本当に味わって弾くって、ね、あの食事するときに書き込んで食べるように弾くんじゃさ、味わってることない。本当にゆっくりこうやって弾いてみて、本当にしみじみ味わってみるんですよ、このハーモニーの、このリズムのこれ、ほらこうやって弾くと、なんか自分の中で呼び起こされるような何かない、うん、ね、うん、だから、うん、なんかただただその指示されたテンポで弾いててもそれは そこまでしかないから、うん、ね、こうやって取り出してみたりとか、あ、ゆっくり弾いてみたりとか、例えば音域を変えてみたりとか、うん、それから、あ、なんだろうね、まあそういうような類のことを
そのいろんなことをその練習っていうの時に実験みたいなことをその仮にねやってみるわけ、いろんなことをね。で、それによって自分がより共感できたり、より何か発見できたりするわけ。自分の中に何かが芽生えたりとか。そうしないとそのね、そういうことをやらないと100回弾いてもいい、100回何も変わらないんだよ、うん、ある意味そのこの作品に対するイメージが、うん、極端に言っちゃうと、うん、そういう、その方法を取ってみないとそのこの作品と自分との関係が変わっていかない、うんうん、だから僕だったらもちろん本当に本気でこれを人前で弾こうと思ったらやっぱりそういうことやってみる、うん、自分の感覚の中に落とし込む、例えばもっとテンポゆっくりとか、ね、これをねでどんどん減衰していくのを例えば聞いてみるわけで、減衰していったところで例えばって鳴らしてみるわけだから、ほら他の人にも言ってるけど、余韻をね、音を取った時に余韻を聞かなきゃいけない、必ずね、絶対余韻っていうのも余韻が聞いて、それで次に行くっていう、これも大事なことだし、うん、それとはちょっと違うけど、やっぱりこのハーモニーをこういうふうに、ね、取り出して聞くことによって、うん、何かが自分の中でもっと感じられるようになると、うん、横で聞いてるだけでも何か感じるよ、はい、うん、そしたら同じテンポで弾いてももうなんか違うよね、うんうん、じゃあ弾いてみてください。このハーモニーに入った、ほら、うん、ここでふっとね、天気がふっと何か変わったような、それちゃんと自分の体に起きてる、一緒に絶対体の何か内側の何かが変わるはずなんで、うん、その瞬間に例えば筋肉が緩むとか、どこの筋肉だか分かんないとかね、もう本当に細胞単位まで染み込ませないと、うん、そういうイメージ、うん、いやもうね、浜田さんからね教わったことは大きい。もう日常生活からね、もう演奏に対して僕にとってはね革命的、もう本当にここにいるけど浜田さん笑いこらえてるけど、本人いるから言ってるわけじゃないけど、本当に僕もうレッスンで何を言うべきかってことがもう全然変わったから、この1週間で本当にね、うん、いやもうありがとうございますでも浜田さん、自分の演奏テクニック実践してください、それそんだけ分かってんだそれ余計なことね、だから これ自分を見つめることなんだよ、作品を通して本当に、うんね、今のハーモニーに変わった瞬間に自分の体内で何が起きたか、ね、自分の心がにどんな変化があったか、そこを見つめないと、セスがあってさ、ほら、なんかこれなんて言葉で形容していいのか、もうなんとも言えないハーモニーだよね。すごいハーモニーだよね。もうさ、
なんていうの、この作品のこのハーモニーがここに出てくる、大げさな言い方かもしれないけどね、なんていうの、地球上の財産とも言えるぐらい本当に思いましたね、今思ったでしょ。確かに、で終えられるところをね、またその上にこれが出てくるわけです。すごいよね、このドビッシーの研ぎ澄まされた研ぎ澄まされた感受性。ね、こうやって本当に味わった時にドビッシーの凄さって感じるでしょ。もうすごいですね。でしょ、うん、この曲のそのね、みんながこぞってよく弾くけど、うん、本当にこうやって味わってこの作品弾いてるのって、この作品の芸術的価値を本当に感じて弾いてるかいって。そこなんですね、核の部分というか、そう、うん、作品の、そう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 、うん、ね、すごいハーモニーでね、これ来た出てきてね、なんかさ、なんつったらいいのかな、神秘とも言えるし。いろんな言い方できるよね。いろんなこと思うよね。なんか今までのね、例えばね、変なこと言うけどさ、今まで人生生きてきてね、なんていうの、悪いことを、例えばどんなちっちゃな、ね、ことでもね、悪いことを、しない人なんていないじゃん。ね、変な表現だけど、なんかそのすべてごめんなさいって気分。この青いすいませんでしたみたいな、菩薩みたいな、菩薩がここで出てきたみたいな、ごめんなさいみたいな、なんかこの邪悪な自分を許してくださいみたいな気分にならない、分かりますね。でそれが感じられるっていうことが、やっぱその受け取り側も、うん、やっぱりそれが感じられてすごい嬉しくない、同時に。そう思える自分が、うん、でやっぱそれがやっぱりその演奏することの醍醐味なわけだ、うん、面白いね。だからこの曲って本当はここのハーモニーに来たかったんじゃないのってぐらい、ずっと始めて今まで紆余曲折あって、ここにとにかく来たかった、ドビッシーは。そしたらもうこのハーモニーが来たら、あとはもうあれだよね、あのコーダーみたいなもんだよね、うん、だからこれだよ僕はそう感じる、うん、このハーモニーが弾きたいから初めからずっと音楽接してここにまで来るわけ、うん、あとはもう力抜いて、うん、本当に楽に楽に流しちゃってもいいよね。楽にもう息を抜いて、もう軽く。僕は思うこの手紙。神秘的ですね。たった2分半くらいの曲なのに、この作品の芸術的価値が自分の中で高まったじゃん。高まりましたね。うん、
ね、でこれをみんなでねこうやってさ共有できることの喜び、うんうん、ね、とっといてよかったでしょ。本当によかったです、うんうん、もしあの音楽に対してやさぐれた気分だったらこれを見るもう音楽なんていいよとかさ、いや自分なんか下手くそだしとかさ、なんかねそういう気分ってあるだろうからね、そうやってやさぐれた時にはこれを見たら、あ、やっぱり音楽やろうって思うかもしれない。いや、数々のこの曲からなんか難題を僕は突きつけられてたと思ってたんですけど、ここに来た時になんか救いがあるなと思いました。なんか音楽に救われるっていうんですか、ね、うん、そういう、うん、そういう面があってもいいと思います。うん、そうそうそう、うん、もちろんもちろん。こうなんていうのかな、ドビュッシー様が作った曲を、うん、なんていうのかな、うん、こういう自分が一生懸命やってるっていう、うん、そういう感じじゃなくて、うん、曲からパワーを受け取るっていう、そうするとね、こんなハーモニー聴いてこんな感動しちゃうとね、人間ってまあ何でもそうだけど感動するといろんなことが変な話どうでもよくなる、うん、ていうかもう他のものいらないよねとかね、うん、もうなんかもう自分がもう本当に幸せの絶頂であって、もう本当にある意味で満足していて、もうなんか他のものなんて何にもいらないとか、他の存在が全くなくなる瞬間で、そう思えたら、そう思える人だったら音楽をやってもいいのかもしれない、もしかしたら。そういうこんなハーモニーが出てきても、ね、そうは思わないで、やっぱりあれが欲しいよねとかこれが欲しいよねなんて思ってるような人だったら、例えばね、変なこと言うけど、もしかしたら音楽じゃなくてもいいのかもしれない。ね、じゃあ軽くミンストレルでいきますか。軽くとか言って。え？あ、その次あれなの？ミスト？あ、ミンストレルって長いんだっけ ?2 分くらい。どこだっけ、何番 ?12 番です。12番です。あ、最後、はい、これね、一巻で詳しいようで詳しくないんですよ。さらっと流して、はい、聞かせて。あ、これね。はい。対照的に、あのね、腕に注目した方がいいと思う。なんだかんだね、この要するにね、あの速い動きだから、その腕で固めて、コントロールしてると思う。うん、腕じゃないと思う。うん、腕もっと抜けて、もっと柳の枝のように使えなきゃいけないかなっていうのをここまで聞いて思ったかな。うん、そしたらまた何か変わる。なんか腕ってね、肘から引く癖があるでしょ。で、肩からちゃんと上腕使ってないんだよ。それで乗ってるところから膝にするんだよ、手首で。ほら響きも違うでしょ。そうすると、ほら音に弾力が出てくる、はい、そうするとリズムが生きるんだよ、もっと、はい、こういう、なんていうの、あのシュプリンゲンっていう、シュプリンゲンじゃない、飛び跳ねる感じ。そうそう、リズム感がよくなる。しなってこう使う。そう、そう、投げちゃって、そうそうそう。
それからそのなんていうかバネがある感じ、うんうん、そのそういう感じ、その体もそのバネがある感じ、腕自体にこうなんかこう、うん、ね、しなってこうカッとこう何かこうその自然な放物線を描く感じ、はい、うん、すごくそういう意味でいいと思う。たださっきの曲と一緒で、じゃあ本当にハーモニーを味わいきれてるかって言った時にもっとできると思う、うんうん、これは、うん、宿題、はい、ね、ちょっと時間がないか、うん、いいですか、はい、いいでしょう、ありがとうございます、はい、どうも。